2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚だよね。また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われているぜ。そうした状況を反映してか昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼清徳氏が勝利を収めたことで軍事的な恫喝を強化することが想定されているな。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には新たな対応が求められるよね。さて今回は日本の安全保障環境が悪化の一途をたどることによる新たな対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているんだけど、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化しているよ。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切ったんだ。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されているみたい。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充だな。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもあるぜ。しかし昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府ではこの敵基地攻撃能力を反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることでその保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろうな。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としてはアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾等が挙げられているよ。トマホーク巡航ミサイルは今更説明は不要と思われるほど世界的に見ても著名で実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装なんだ。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるんだけど、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられているね。そしてこのトマホーク巡航ミサイルは、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの12式地対艦誘導弾は射程距離を飛躍的に延伸させるらしい。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第1段階でおよそ 900km、最終段階ではおよそ 1500km までの延伸を目標に掲げているぜ。さらに現行のオリジナルの12式地対艦誘導弾が陸上の装輪式の車両から運用される地発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊の全てで運用を目指しているようだな。トマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、
昨今複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果をいぶかしむ声も一部では聞かれるみたいだね。しかし低空を地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見てもこうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっているぜ。日本では当初はこうしたトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を2026年からの開始を想定していたが、昨今の主として中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示しているよ。ではトマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されてるのかといえば、まずはすでに海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS 垂直発射艦が対象になるだろうね。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては現在8隻を有するイージス護衛艦がその筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製のマーク41VLS 垂直発射艦をこれらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となるんだ。だがこうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では潜水艦でこれらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられているぜ。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のようにいずれも実戦配備中の親潮型8隻、操縦型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよな。トマホーク巡航ミサイルはかつては 533mm 魚雷発射艦から運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており調達は現時点ではできないぜ。そのため日本では初めて VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるけど、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め詳細は未だはっきりとはしていないんだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されて入るが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる感は否めないよね。ただし現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろうな。世界的に見ると通常動力型の攻撃型潜水艦で VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国のトサンアンチャン補給ぐらいしか見当たらず、こちらは初期型のバッチ1と呼ばれるもので水中排水量で3800トンの艦体に6セルの VLS 垂直発射艦を搭載しているぜ。韓国のトサンアンチャン補給は以後のバッチ2以降ではさらに艦体を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武2 B 弾道弾であると言われているよ。玄武2 B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。新たな戦闘機の開発、日本イギリスイタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したみたい。日本はアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いと目されていた点を覆し大きな変化を見せたよな。そうだね。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表したよ。日本とイギリスでは2021年の末には次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社において実証実験を始動。2022年2月には次期戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたんだ。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言ってよいだろうな。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機と、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるぜ。この2年ほどで急速に強化された、日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となったわけだな。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになったからね。今回の次期戦闘機開発は現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画でしたが、当時エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は日米貿易摩擦が影響し日本とアメリカ間において政治的な問題から、アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ国産化が果たせなかったんだ。その F16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し主翼の大型化など機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ大掛かりな変更が加えられ、必要な対艦攻撃能力が強化されたってわけ。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできなかったぜ。そこで F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたってわけだな。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていたんだけど、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないかな。そこで、次期戦闘機開発において戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されているぜ。さて、今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの開発にあたっては、日本では三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっているよ。そして、イギリスからは BEA システムズ社が全体の統括と機体を、ロールスロイス社が機関部を、レーザー、センサブの電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあるんだ。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は F2 戦闘機の後継機には日本の IHI 社が製造した、国産のエンジンを使用するとの見方もあったんだよな。それは日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験企業に開発した XF51 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、捨
ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからだな。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるものの、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しているよ。この FX9 エンジンは現在の防衛装備庁と IHI 社が次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトはスリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれたみたい。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標だったんだ。そして、近年では戦闘機による空対空戦闘は減少していると入っても、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要だぜ。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンだが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので量産化には時間がかかりそうだぜ。XF9 は戦闘機開発において国産化に向けて一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されているよ。さらにイギリスのロールス・ロイス社との関わりの中でこれまでに培われた技術がいかに活用されるか注目されているね。さて、イギリスのロールス・ロイス社といえばイギリスやイタリアが採用している現行の、ユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーだよね。そのイギリスのロールス・ロイス社ですがテンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられるよ。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるぜ。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力はアメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり開発の主導権を握るのではないかと目されているな。そして、IHI 社製の FX9 エンジンだが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後これまでの開発を活かし実用機での採用を期待したいところだぜ。IHI 社は2007年7月に社名を変更したんだけど、それまでは石川島播磨重工業株式会社として江戸末期から160年を超える歴史があり日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業だよね。航空宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野においてジェットエンジンの製造では日本国内で 60% のシェアを誇っているよ。IHI 社がライセンス生産したものには現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあるんだ。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低層音が特徴で実用化量産化されているぜ。このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして民生品にも応用が模索されているらしい。海上自衛隊が運用している。ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けた、ジャパンマリンユナイテッド株はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化していわゆる東西冷戦の状態となり、アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産権及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で固くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に代わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて強大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年の、オーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ温海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対潜攻撃能力、対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力、機雷敷設及び探知能力、情報収集能力、特殊部隊潜入補助及び脱出支援能力、戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級改と新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、
214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから果ている中で、日本の海上自衛隊が運用している双流型潜水艦、2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、日本の当時の最新鋭であった双流型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANBYG-1 を搭載することが求められていたため、双流型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、双流型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも双流型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた、先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った、日本の双流型の改良型潜水艦11番艦欧遊と12番艦東遊を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、江戸明則防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。双流型では10番艦の領有までの潜航時の動力として、浮上することなく潜航したままで、推進できるスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、潜航時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り潜航時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が、2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて欧遊及び東遊に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は双流型の後継である大鯨型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって潜航時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、双流型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に変わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みをオーカス発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、
原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。